ヒポクラテスとかアインシュタインから大きな影響を受けたというふうに伺ってました。その話をちょっと聞かせていただいていいですか。ヒポクラテスって2000年から3000年前の異性と言われるね、はい、人ですよ。彼の言葉の中で非常に僕は好きな言葉が、はい、ね、神は自然を癒し、我はただ包帯をするのみ、うん、人間には偉大なる自然注力があり、その注力をいかに引き出すかが治療の鍵であるってね、この言葉が大好きですね。なるほど。だからいかにこれを追い求めるか。なるほど。人の本来持っている自然治癒力をいかに引き出すかが治療の鍵である。そうです。やっぱりね、自分でやってみて、はい、自分が感じてこれはいいと思わなきゃダメですよね。だからまず自分で自分にやって、ああこれならば絶対に誰でもいい効果が出るっていうことを実感してからみんなに勧める、ね。はあ、このテープが自然治癒力を引き出すわけですね。そうです、はあ、もう一つアインシュタインから。アインシュタインはね、最初に彼がね、はい、相対性原理を、はい、その考えた時に、はい、まあ音と光がどうして時間差があって伝わってくるのかっていう疑問点、うん、そこからそれを計算して相対性原理が生まれたわけだけど、はい、やっぱり体の中のものを見ようとしても、はい、今でこそ少しね、はい、細かいところまで見ることができるけども、死体解剖をして体の中が分かったなんていうのは大嘘でね、うんうん、あれ死んでる体でしょう、はい、そうするとじゃあ生きてる体にどういうことが起きてるんだろうかって、まあ、外科医だって切っちゃったら分かんないんだよね、はい、切ったら分からない。切ったらだって中は内圧っていうのが切れば内圧なくなっちゃう、はい、確かに確かに確かに、ね、だからそれがどういうふうになってるのかっていうのは、うん、外科医でもみんな想像しなきゃいけないね。だからまあ僕はその想像することから得たその疑問をどうやって解くかっていうこととか、想像によって起こることを実際に自分でこう考えてみて、その結果どういうことが出てくるのかっていうことをやると、やっぱアインシュタインのその想像力っていうのは大したもんだ。なるほど。でアインシュタインがある日新聞記者にね、あなたなんでこんなねすごいこと考えたんですかって質問した時に、アインシュタインはこう言ったそうですよ。誰でもできることです。ずっと考えてれば必ず答えは出るんです、うん、ずっと考えないんですよみんな。なるほど。ふっと考えるけどパッと諦めちゃうんだね。なるほど。そういう表明するんですね。運動能力はあんまりないけどもね、はい、しつこくこう考えることは好きですね。なるほど、うん、今平成27年2015年の12月ですが、我々このコンテンツできれば100年後の未来にまで残していきたいなと思ってまして、この平成の時代を生きた、まあ経営者であり協会の会長の加瀬健三会長にですね、ぜひ100年後まで続くようなそういう価値観というかメッセージをいただきたいなと思うんですが、うんうん、まあ、ヒポクラテスのね、もう2000年前の人が残した言葉を引き継いで私がね、はい、やってるわけですけども、うんうん、自然治癒力というね、はい、ものがいかに大切かと、うん、その自然治癒力をいかに引き出すかが治療の鍵であるという、うん、そこをですね、はい、いろんなジャンルの医療をする人たちにもっと追ってもらって、うん、私のまあ開発したキニシオテープが、うん、WHO を、はい、がそのこれを一つの医療として、うん、認めてくれるようになってくれると、なるほど、100年も200年も先にも行くんじゃないかと思いますけどね、うん、自然治癒力をいかに引き出すかが治療の鍵であ る、ね、である。その言葉をですね、はいはい、いや今日は春日町なんか、まあ、いろんな話を聞かせていただきまして本当に勉強になりました、はい、ありがとうございました。